久保さん、久保さん、行ってらっしゃいっすね。行ってらっしゃいですよ、そんなもんは。まあ結果が、結果と原因の法則みたいなね。まあこれはね、全部に当てはまるわけじゃないんですけど、ビジネスは結果と原因の法則があるってことですね。まあ例えば、まあ結果と原因の法則が当てはまらないことがあって、例えば昔ヤンキーだったから、昔麻雀店のおじさんだったから、だからなんだ、あの、自分はできない、自分はネットなんか無理だっていう原因と結果はイコールにならないんですよ。自分はこうだったから未来もこう、うん、まあ、その原因と結果の法則は当てはまんないんですね、そこは。だけどビジネスは顧客数と顧客単価イコール売り上げ、もうこれしかないんですよ。ロボットがお金払ってくれるわけじゃないので、お客さんがいて、まあアフリエイトもそうなんですけども、まあ YouTube の広告収入に関しても再生がある、じゃあ誰が再生してるんですかと話して、人が再生してるわけですよね。だから、あの、再生数だったり顧客数かける、客単イコール売り上げなんですよね。だからここはもう原因と結果ですよ。じゃあ客数を集めるために何をしましたか、客単を上げるために何をしましたか、セールスはどういうふうにしましたか、もうこれでしかないんですよね。だからビジネスは原因と結果の法則が当てはまるけれども、まあ人生においては当てはまらないってことですね。うん。そう。昔、元麻雀店、麻雀店しか、麻雀しかやってこなかったんで、ネットなんか無理ですよ、とかね。いや、あの、初心者なんで、そんな無理ですよ、みたいなね。そう。久保さんだから、吉谷さんだから、みたいなね。だから そこは当てはまらないよと。人生において、人生のトータル的な部分を見るならば、原因と結果の法則は当てはまらないと。だけどビジネスは原因と結果の法則がもう間違いないと。なぜならば顧客数かける客単イコール売上、まあこれがまあ基本的な公式であり、この公式は揺るぎないってことですね。まあそのうちね、あの、今ロボットにも市民権ついてるロボットもあるんで、まあ今後のそのロボットが貨幣を持ってね、なんか人間のように生きてきたら、ちょっとそ、でもまあそのロボットとの関係性も今度まあそれはちょっと結構僕が生きてる間かわかんないんであれですけど、うん、だから結果を、ビジネスで結果を出したいんだったら、どんなことをしてるかが全てですね。逆に言うと稼げないっていうことは、稼げない原因を作ってるってことですよね。稼げない原因って何ですか。やってないんですよね、今日も。今日も見てるだけですよね。今日も見てるだけという原因は結果は出ないですね。うん。だからまあやるだけですから。うん。だからその、なんだろうな。久保さんがね、昔アーシアの話をしてくれましたけども、ただしここに対してね、あの、結果が出るからやるっていう、結果に期待しすぎると、やれなくなるんですよね。うん。でもその公式は当たり前なんだけども、じゃあもう結果は約束されてないよっていうのもビジネスなんで、なんかその結果に期待しないというか、結果を求めるんだけど結果にも期待しないって、ここも難しいんですよ。非常に難しい。でも結果を出してる人は、がむしゃらにやってますよ。うん。もちろんその、なんだろうな。例えばそのアプリ開発とかもそうなんですけども、あの、じゃあ世の中にこんなすげえアプリ作るぞっていう壮大なビジョン、スペクタルがあるけども、目の前のやることはアプリを作るときにソースコードをね、ひたすら打ってるとかね。ね、バグを修正するとかね、そんな感じですからね。世の中にすげえアプリを作るみたいなね、まあアップルもそうですけど、イノベーションを、革新的な商品を作る、でもやってることってネジつけたりとかですよ。まあ今はロボットが作ってると思うんですけども、設計するときとかね、人間が設計するわけじゃないですか。もう地道になんか線引いたりとかしてるわけじゃないですか。でも、あの、ビジョンはね、革新的な商品を作るみたいなビジョンなんですよ。でもやってることは設計図作ったりとか、なんかネジどこに入れるとか、そんな話ですよ。カメラ3つにする、2つにする、今度4つにしようか、みたいなね。そんなことやってるわけですよ。そう、だからこれアーシアンはね、いい話でしたね。アーシアンね。いってらっしゃい。